とんこ醤油。1年半ほどやってですね、どうしても利益が出にくいと、まあ、赤字続きだったわけではないんですけれども、まあ、利益がそんなに出ないので、やっぱりちょっとやめようかという形で、まあ、店を畳ましていただきまして、でその後自分自身、まあ、何か変えたいなとか、あと、まあ、ずっと走ってきたのでちょっと休みたいなということで、ワーキングホリデー制度というのをその時知りまして、で、まあ、ちょっと1年間ぐらい海外で、まあ、遊びも兼ねて、まあ、新しいところを見てこようかなというふうに思って、とりあえずオーストラリアに来たんですけれども、やっぱり、ずっと仕事場にいるもんですから、仕事場では英語を使う機会が非常に少ないんですね。アルバイトの方、多国籍にやられているんですけれども、やっぱり挨拶だとか、それからどうしても急いでいるとき教える言葉っていうのはどうしても日本語になってしまったりとか、なかなか英語を使う機会が少ないんですね。でまた使う言葉もですね、業者さんとの会話であるとか、アルバイトさんとの会話であるとかも、まあ、決まった言葉のやり取りが非常に多いですので、やっぱりその自分で改めて文法を見直したり単語を見直したりっていうところは少ないですね。こちらに来てから自分が日本人であるということをまあ自覚したり、客観的に見たり、それから母国を思うという気持ちが強くなりましたね。日本にいるときはそんなに自国、例えば郷土であるとか、日本語であるとか、それから天皇の存在であるとか、そういったものを意識することは少なかったんですけれども、こちらに来て、勉強することが多いですね。まあ、進展ができるなら進展のスタッフであるとか、そういった形で会社の方に恩返しというか貢献していきたいと思ってます。まあ、10年後というところになりますと、まだそこまで自分自身が考えにくいですけれども、まあ最終的には日本の方に帰って、自分の地元、生まれ育った町で、自分の経験を生かして、まあ、レストラン、新しくレストランを開くだとか、そういった形で貢献していきたいなと思ってます。